9月26日、大田区田園調布にある田園テニスクラブで、55歳以上の人を対象にしたダブルスのテニス大会が開催されました。大会を主催する田園テニスクラブは、今年で創立90周年を迎える歴史あるテニスクラブです。ペアの合計年齢が110歳以上になることから110大会と呼ばれ、この日は112人の参加者が集まりました。大会当日は愛知県や長野県からの参加者も見られ、80代は41人、90代は4人が参加し、最高齢の98歳の女性も汗を流してテニスを楽しみました。18上の姉ですから、98、80、もうすぐ1ですけど。五郎ちゃんが大変よく取ってくれたもんですから、お世話になりましたけど。親子です。小学校の時に一度やったっきりの何十年ぶりで今日組んだので、すごくそれが嬉しいです。なかなかミスが多くて娘に世話かけちゃって、まあ90歳って言えばそんなようなもんですよね。テニスができることで幸せを感じてます。テニスは障害スポーツだと思ってます。ありがたいです。ずっと楽しんでいただけるスポーツとしてのテニスをこれからも発信して、楽しんでいただける機会や企画をどんどんしていきたいと思っております。末永くテニスを楽しんでいただければと思っています。